オープニング。ギリギリ東京クリアーズ生はい、ということで今日はしーちゃんがプレゼンターを務めますのでよろしくお願いします。自己紹介をしていきましょう。はい、しーちゃんことしーなです。おもめやです。かるべです。りおちです。りんちゃんです。私たちお掃除ユニット東京クリアーズでーす。よろしくお願いします。もう夏です、はい、今日は2018年初めて東京クリアーズ浴衣を着ました、うん、イエーイ。会場があったかい。会場あったかい。皆さん浴衣は好きですか？イエーイ。せっかくなので一人ずつもう立って浴衣を見せびらかしちゃってください。皆さん、見てる皆さんもぜひいっぱいコメントしてくださいね、うん、お願いします。ありがとう、みんな暑い中ほんと来てくれてありがとうございます。ありがとう。さゆりさん、はい、こういう感じでお豆は今日は、うん、ちょっとお豆みたいなのが入ってるじゃないですか。あ、本当だ、うん、あ、本当だ。そうそうそう、コーヒー豆みたいな感じらしいんですけど、これそう、コーヒー豆らしい、レトロ、レトロな感じで、いいレトロいい、ね、今年初の浴衣でーす。イエーイ。嬉しい。テンション上がる浴衣、ね、レトロな感じ超似合ってる。いや嬉しいですね、うんうん、じゃあ私は、はい、こんな感じです。華やか。あ、ね、お花なんか結構もともと白っぽいのとかピンクっぽいのが好きだったんですけど確かに青ないよね、うん、そう、去年ちょっと薄水色みたいなのが来て、うんうん、今年はもうザ・青みたいな鮮やかな、うん、ちょっと涼しげな大人っぽい感じになってます。かわいい、華やか。はい、しーちゃんも今年初めて着る浴衣です。ニコアンティークっていうブランドなんですけど、このガチャガチャした色使いが大好きなので、うん、派手なガチャガチャした感じを選びました。これもかわいいね。かわいい、かわいい。子供がつける帯なんだけどね、本当は結構帯って、うんうん、あ、そうなんだ。今はね、大人もみんなつけてるよ ね、 ね、うん、結構何でもありじゃない、最近何でもあり、そう、ね、何でもいい、ね、レースもあるし ね、 ね、帽子かぶったりとかね、あ、そうそう、麦わら帽子ね、確かにね。そう、最近はもう自由だなと思って、こういうあの紐とかね、うんうん、これも本当は浴衣はしないんだけど、うんうん、まあ、自由にコーディネートを楽しみたいと思います、ね、今年も拍手、うん、拍手。はい、で、リュウチはちょっと黒も入って、うん、はい、大人、ちょっと大人な感じになってます、うん、かわいい。帯が、てか自分でさ、帯やるんだけど難しくて。できてる、できてる、できてるよ、てる、ね、しかも髪の毛もみんな自分たちでやったんですよ。そう、うん、すごいよね、すごい。みんな自前。はい、今日よろしくお願いします。黒ベースで、あと紫が自分の色なので、そうだ、ね、ちょっとその色を意識したやつです。で、うん、メンバーにすごい不評でした。え、いや、まあリンはもうちょっとピンクっぽいのとか白っぽいの方が可愛いんじゃないっていう。でもちょっと大人になりたくて、うん、なんでそんななんか性格悪そうな色着てんのかなって。性格悪そう。黒と紫で性格悪そうになっちゃった。顔が幼い分ちょっと浴衣大人がなるほど、ね、いいなということでこれにしました。可愛い、いいよ。さあ、え、ちょっと恒例のマイクもしがられてる。マイクもしがられてる。直すよな。直すけど、直すなり毎回直すな。ね、夏だねってことで。夏だね。ちょっと待って、リオチが塩らしいってこと？塩らしいってどういうこと？塩らしい。いつにも。おとなしいみたいな。おとなしいってこと？え、喋りがってこと？浴衣じゃない。浴衣に持ってかれてるってこと？浴衣に持ってかれてる？性格が出ちゃうのよね、リンちゃんって。そうなのよ。出てるよ、性格。誰だろうね、これコメント。性格がいいって言われてます。いや、目がおかしい。なんかでもさ、結構さ、遠くで結成してからさ、夏になるとさ、浴衣着てるじゃん、うん、今年すっごいなんか暗くない？年々暗くない？ういう、なんかピンクとか白が、あ、ピンクがそうだね、いたのに、ね、年々黒っぽい色落ち着いて
落ち着いてきたね。なんか年取ってるんだなって思う。そうです、明るいピンクとか着てたもん、着てた、着てた、着てたね、しーちゃん着てたね、懐かしい、黄色とかね、うん、まあいいよね、でもこういうレトロな大人っぽい感じ、ね、今なんか、今の浴衣めっちゃ好き、わかる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 、好みがもうジャスト、うん、かる、時代が、時代、時代が来たってマジで思う、レトロなね、感じだよね、いや、マジラメラメのやつとか履いてる時とかもうやめてって思ってずっとハイビスカスのこれが、バラガラとか、こんな感じ、こんな感じ、ハイビスカスがない、そうだね、いやいや、もっとなんかすごいドキついたレースみたいなね、そう、ギャルが流行ったうるさい、リンさ生地がさ安っぽいっていう、そうだけどこれ1万円したんですよって言って家庭科で作ったのみたいって言われてる、着てる人が悪いから、私が中学の時に自分で家庭科で作ったやつにそっくり、えだから作ったのかなってやめなよそれじゃあこれ悪いかな、誰かいや、いいよ、かわいいよ、かわいいよ、もっと似合うのがありそう、もっと似合うのがあるよって行きましょう、もう行こう、買ってください、買ってください、買わないよ本当にしーちゃんいいよ、はい、じゃあ今日はしーちゃんが持ってきた企画をやっていきたいと思います、みんながどのくらいクリアーズを愛しているのかテストしたいと思います、テスト、はい、題してクリアーズクイズ、イエーイ、これはですね、全国のクリアーズについてのクイズです、全国やばいよ、そうプリじゃない、ちょっと待って、入れ替わりが激しいからさ、いやちょっとそれはついていけてないから、名前とかやめてやめてよ、絶対に名前とか一番やめて、無理や、やめて、あるな、これうわ、やばい、まだあるよ、名前、でもリオチはね、最初からね、もういる人だから、確かにこれは答えてほしい、初期からいるからね、やっぱりおかしい、うちら後から合流だからさ、いやいや、言うてもカルビそんな変わんないはい、はい、もう全員ね、答えられて当たり前のクイズばかりとなっていますので、メンバーが、もしも分からなかったら皆さんにも当てますので、うん、挙手をしていただきたいと思います、みんなもらおうじゃ、そうだから考えながら見てみてください、うん、さあ出そうかな、はい、出そうかな、いきますよ、ちょっと分からんわ、もういきますよ、もう分からんもん、じゃあ先にじゃあしーちゃんが出しますね、はい、先にちょっとそうちょっとね打ち合わせしてるのよ。オッケー。はい。ずっと楽屋にいなかったもんね今日。ね、でもいつものことだから違和感なかった。うん、え嘘でしょ。いるよ。気づいてないいるよ。えこの前も違うとこいたもんね一人で、ね。いるよ。確かに。いつも違う。大体違うユニットに混ざってるよ、ね。関係ないから。そう対バンいつも一人だけブンって違うユニットのとこにいるんですよ。そうそうそう。まとまってほしいよねもう。はいじゃあ。はいじゃあ出しちゃおう。もう第一問。てれん。5枚目のシングルハートウォッシュ。うん。2017年6月度エンディングテーマに起用された TBS 系のテレビ番組、はい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 、ピンポンピンポン、はいピンポン、はいはいはい、これは挙手、はいはい、挙手挙手挙手、はいはい、挙手挙手、誰が早かった、誰が早かった、今分かんなかった、みんな早かった、リオチ、あじゃあリオチ、アッコでお任せ、あー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 ピンポンピンポン、ピンポンピンポン、アッコにお任せ、あみーね、なんかえって感じ、違うやつだと思ってんだけど、あれアンビリーバボじゃない、違う、今やそれ、今ね、うちらがいないやつ、うちらがいないやつ、危ない、よかった、今のね、スタンドアップ、そうだそうだ、スタンドアップはアンビリーバボに起用されています、ちょっと待って、惜しかったんだけど、惜しかったね、惜しいところにもね、行こうと思いますから、あっこで、あっこで、あっこで、見たも見ないよ、えみたいな、すぐ笑われた、え、合ってんだけどと思ったら惜しかった、じゃあ次行きます、はい、汚したくないくらいオリコンウィークリー初登場何位だったでしょうか、はい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 、いや分かんない、3位ピンポーン、すごい、やったすごい、ねえよ、バンバイ、早くさ、早くさ、早くやった、やったあすごいすごいすごい、すごいよかった、すぐ出てきた、すごいね、さすがでしょ、さすがさすが、意識してたね、やっぱね、してたしてた、オリコンを知らんしって顔してたもんね、知らないです、ウィークリーとデイリーが難しい、知らねえし、ああそうねそうね、そうそうそう、ウィークリーとデイリーあるね、うん、じゃあ次いきます、結構本格派の声だな、うん、田村真嗣さんが、うん、作曲した曲をすべて答えよう、はい、早押し、はい、はあ、でもりょうちゃんが良かった、1個ずつお掃除しましょう、クリーン、はいはいはい、正解、はい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 、いやいや、早かったや、正解、なんで、ちょっと、次アイテユキのクリーンパワー、正解、はい、はい、あ、怖い、わかんない、はい、青春かと思う、はい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 、え正解それ当たり前やろ自分のやつやろ、私クリアズ5号正解、はい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 、ほんとハッピーデイズ、あ、正解、はい、なんでのいいよ、いやもう言われたし、はい、え言われたし、え、いいの、うん、ありがとう、
すごいんだけど、正解え、もうまだあるよ、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 あれ、ちょっと待って、全部、え、まだあるよ、夏といえば、クリアゾンド、正解え、クリアゾンドなの、クリアゾンド、田村さん、あ、マジで、はいはいはい、ドレミは、あ、な、終わったわ、あ、終わったわ、ないよ、まだある、もう終わった、そうだ、ないよね、前のめり、前のめり、いや、違った、間違った正解正解、すごいね、みんなめっちゃ出てくる、え、絶対当ててくるよ、めっちゃ無視されてたよな、え、でも早かった私の方が、違う違う違う、もう3回ぐらいスルーされてたよ、じゃ見えてないんじゃない、見えてよ、見えてよ見えてなかった、あ、でもすごいね、すごい、え、すごい、やっぱすごいね、すごい、めっちゃわかんね、初期のね、うん、メンバーはすごいわ、え放送事故やん、こんなシーンとなったの初めてなんやけど、ちょっとなんか今なんかいろいろ考えてた、なんかエピソードあるから、いや、そうそう、いやでも ありがとうっていう歌は結構ワンマンライブとか、うん、結構そういう時にありがとうっていう時にっていうレアな曲っていうのと、うん、あんまりないよ、多分聞いたことない人もいるもんね、そうだね、うん、あ、どう、あれあれ、ね、ありがとう、え、聞いたことある人、じゃあありがとう、ありがとう、聞いたことあるよ、そうだよね、あるよね、ない人も多いね、人もいるね、そうだね、レア中のレアだね、節目の時で、あと私のソロ曲、うん、っていうのがちょっと無理かなって思ったんでしょ、そうそうそう、自分で答える、まあ、それはそうだよね、うん、ありがとうございます、でもさ、クリアーズのさ、曲最初お掃除しましょう、私が作詞したんですけど、うんうん、でその次走れは田村さんが違うアイドルユニットになんか出してたやつなんだよね、そうなの、へえ、なんか話ばっかり、桃色クローバーさんが、うん、あららら、なんか撮る撮らないみたいな感じで、でも走れって結構あるよね、桃色、うん、そうそう、で、ね、でこっちに回ってきたんで、多分え、2種類の走れがあったってこと、わかんないけどっていう風に私は聞いて、本当なのかわかんないけど、で、あと途中でさ、なんかクリアーズ午後その後できたじゃん、うん、でそれはなんか自己紹介ソングにしましょうみたいな、うん、でハッピーデイズはなんか今までは家の掃除だったから、うん、ハッピーデイズはゴミ拾いにしましょう、街の掃除、そう、毎回テーマ決めてね、やってたんだよね、そしたら途中で私がなんか恋愛ソングを歌いたくなってきちゃったそう、なんかさすがにまず1年目が1年目、うん、2曲でずっとやってたんだよね、そうそう、お掃除と走れで、どんなに時間があってももうその2曲だし、そうだ、本当にお掃除しましょう2回とか歌ってたから、ね、そうで、やっと出しても全部お掃除で、なんかもうアイドルっぽい恋愛したいみたいな、っていうことでクリーンパワーで、そう、君がゴミを拾うたび胸がドキドキエブリデイすぐエブリデイしたゴミ拾った人に恋するっていう、でもね、最近のクリーズの曲はもうゴミ拾ってる人に恋しがち、君といろはです、ね、そうだね、そうだね、君といろはです、まあでもね、急にしゃがんだからね、心配になってかけようたらーっていう、うん、そうだね、そうそう、でもお掃除と恋愛つなげるのはもうさ難しいよ、ね、難しいよ、掃除好きのあなたに惚れたか、そうそうそう、うん、ゴミ拾ったあなたに惚れる、うん、他にない逆にネタをね、田村さん、それしかみんな思い浮かばないじゃん、うん、新しいやつ欲しいよね、欲しい、ゴミの、ゴミ同士の恋愛、あ、いいか、いや、ペットボトルとね、そう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 、なんかパックの恋愛とか、わかった、はい、どうぞ何、え、ゴミ収集の人のに恋しちゃったみたいな、あ、あ、業者さんに、仕事じゃん、それ、え、なんなんか仕事じゃん、ちゃんと朝、毎朝見かける、わかったんだけど、違う、自分、ゴミ目線で、拾われるの、あーあーいいね、いいじゃん、でも捨てられるんだけど、まあ、叶わぬ恋、叶わぬ恋、だからそれでリサイクルされればいいんじゃない、うんうん、で、また新しい仕事に出会うみたいな、ね、またあなたに会いたくてみたいな、いいじゃん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 、巡り巡ったということ、輪の中で、輪の中で、やばいじゃん、すごい、いいじゃん、いいじゃん、出てきちゃったね、今もっと早く思いついてればよかったんじゃない、本当だよね、じゃあちょっとできる、まだ、ゆうきさんにちょっと言ってみる、言ってみる、こんなのどうですかってでもいいね、そういうのとさ、あの、疑似、疑似って言うんだっけ、その疑似、疑似、擬人化的なこと、擬人化的な感じで、うん、まあ、ゴミこう捨てられてパッと入ったら一、うん、人だったけど、なんかどんどん増えて仲間増えてた友情ソングみたいなね、イージルフィーバーじゃないけど、わかるよみたいな、そうそうそう、友情フィーバーって言った今虹色フィーバーみたいな、あれ友情系の歌じゃん、うん、そうだね、友情っていうゴミの中でも友情が芽生えていくみたいな、なんか話してやって言われてるちょっとね、ニューシングルな、はい、なんかでもさ、一個のさ、一個の掃除の歌とかも良くない、どういうこと、なんかもう掃除とか大きいじゃん、うん、じゃなくてもう角の掃除の歌とか、なんか角トイレの掃除の歌、
あ一部に絞って詳しく歌っていく、トイレの神様的なね。あ、そうそうそう、あ、なるほどね。それもあり、まあ、もういっか、行きましょう。はい、じゃあ次行きます。はい、東京、名古屋、川越、この次にフランチャイズ展開した地域はどこでしょう。はいはい、大阪る待って、東京、名古屋る、わかんない、もう一回もう一回言ってください。東京、名古屋、川越、はい、札幌る、はい、え、熊本、ピンポーン。え、嘘、熊本早いんだよ。これ意外だよね。熊本結構早いんだよ。逆になってた。群馬はその後もっと言うと、東京クリアーズより熊本クリアーズの方が早い、うん、あ、そうなんだ。へぇ、そう、私たちが入った時にはもう熊本クリアーズはあった。え、おった、あった。そう、あのね、 T シャツに書いてあったのよ。あ、そうなの、赤い T シャツ、あのなんかスタンプがポンポンポンってなってるやつ、うん、あのエンブレムの下にで、あ、もう熊本っていうのもあるんだってそこで知ってっていう、あれどうした？いや、合ってる合ってる、おしいちゃん合ってるよ、大丈夫大丈夫、大丈夫、そうだったんだ、思い出せないもん、思い出せないもん、でもいない時なのよ、ちょうど。あ、だから旧クリが高校生とうちらが一緒にやってる時、旧クリ解散、トークリ始まり、ね、うん、このやつと、いや、高校生いたのすごくない？高校生いたんやん、2人いたよ、高校生、問題児だったけどね。次行きましょう。次行きましょう。はい、他のクリアーズのね話が出たので、ここからは画像を見ていただきたいと思います。スタッフさん、はい、みんなリアクション薄いぞって言って本当に難しい。これリハの時点で、え、これずっとやんのみたいな言ってたのね、質問のやつね、大丈夫みたいな言ってたのね。頑張ろうみんな、はい、メンバーを、うん、皆さん知ってますよね、他の地域も。出た、さっきリュウジが無理って言ったやつじゃん。それ、ね、なんかさ、誰かが気づくお客さんいるって言われてるんやけどお客さんいるよいるよいるよ、お客バンバンやぞ。画像が出るんですか。はい、湧いてないからね、ごめんね、うん、ね、今日多い、ね、はい、多いよ。じゃあスタッフさん、1枚目お願いします。あ、出た、あ、出ました。あ、この子の名前は何でしょう。はい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 、りんちゃん、まいち、正解。あ、フルネームじゃなくていいやん。あ、フルネーム、あいざまい、あいざまい、あ、正解。いや、フルネームとか絶対無理。なんで横に横に、フルネームは絶対無理やろ。待って、フルネームなの。いや、フルネームは絶対無理よ。うん、もう、もちろん、もちろん、もちろん無理。いや、怖い。もちろん無理。でも無理やって、もう、まあ、次お願いします。いから遠くででも難しいんだから、うん、フルネームは。誰誰誰、ごめん、ごめん、ごめん、はい、はい、のこちゃん。え、なんで急にフルネームみたいな。いけてたやん、毎日で。はいはいはい、フルネームでもいける。はいはい、うちでの子。正解。え、なんなん。どんどん行きましょう、ね、どんどん行きましょう。お客さんも分かる人ぜひね、あの、言ってください、うん、いいよ、頼りになる人もね、いますから。いますから。いや、もうこれいつまでやるの。俺の出番って思ってるよ、俺の。チェキ取ったぜみたいな。みんなの方が知ってそう。あ、はい、はい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 、はい、しおりん、正解。ダミスダミス、それはいい。名字が分かんなくなっちゃった。なんでなの。名字分かる人、名字分かる人、あるよあるよ。何人ざき、違う、なんだっけ、分かった、はい、あ、はい、神崎しおり、違う違う、はい、はいはい、ハタノ、正解。ハタノなの。ハタノ、あぶねー。未亡人って覚えてるから、そうだね、そうだね。でもタメなんだよ、私と。あ、確かにね、でも全然上に見えるよ。タメ、タメなの。知った、リンと私とタメ、うん、そうなんだね、あんな違うんだね、うん、あんな違うの。あんなに、あんなに色気を全開にしてる、いろんなタイプがいるよ ね、 そうね、人種が、そうだね。次お願いします。とりあえず今名古屋なんだね。名古屋も、あと、リホちゃんわかる。はい、お題でしょう。はいはい、リュウチ、正解。なんでフルネーム分かる人、フルネーム分かる人、フルネーム分かる人、なんだっけ、フルネーム分かる人、かる人、なんとかみゆ、あ、はい、分かったよ、はいはいはい、七瀬みゆ、正解。あ、すごいんだけど、七瀬、すごい、みゆちありがとう。すごい、よかった。ちょっと待って、立花みなみって出てるよ。おーい、おーい、ちゃんかない、あ、ちゃんかない役やってたよね、しおりん、しおりん。あ、そうだね、ちゃんかない役やってましたね、クリアーズ物語で。次どんどん行きましょう。え、ちょっと名古屋全員やっていく系、これ。やらないよ。違う人出てくるんだ。違う人出てくる、もしかして仙台とか出てくる。あ、はいはい、あ、わかった、まゆぴ、
あ、なんでさそれお手つきだからいやもう当ててくれないからもう言っちゃおうと思ってそうなのよ。え、まゆぴ、まゆこ、なんとかした、なんとかした、まゆこ、なんとかまゆました、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 まゆぴ、まゆぴ、まゆぴは正解、まゆぴは正解。ただあのクリアーズではまゆでやってるんだよ。あ、ただのまゆ、だからまゆで正解。あ、そう、名字ないのね。あのタレントもしてるからタレントではフルネームだけど、クリアーズではまゆぴで正解です。ね、出て、知られたことあるね、出てるよね、未来まゆ、へえ。あ、そう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 、全然知らないだけど、クリアーズではまゆってことだよね。そうそう、へえ。インスタやってんのって、この子、そう、見てる、見てる、見てるよ、うん、いつもこうやってね、韓国コスメとか載ってるよね。そうそう、今日のおすすめのコスメ、大人っぽいよね、可愛いんだよ、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いのよ。次ね、仙台も行きますからね、皆さん、うんうん、じゃあもう、もう一個いけるかな、全然ちょっと、ちょっと白玉言って出て、うわ、待って、うわ、もう無理無理無理。この前アメちゃんあげた、でもアメちゃんあげた、川越のとこだった時に、あんまりまだ会ったことないと、え、一回もないと思うんだけど、いや、一回ある、一回あります、一回あった、うち、初代から行った二人は会ったことあるけど、後から入った二人はあんまりうちは多分会ったことないんだよね。やばい、わかんない、全然わかんないわ、いいよ、予想予想で言うの、名前なんでしょうっていう感じ、なん、なん、マリアちゃん、あーでもそういう感じだね、そういう感じなのよ、マリア系ってこと、ゆり、ゆりちゃん、いや違うな、ゆりや、え、インスタフォローしてる、ミク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 、二つと思います、え、3文字2文字どっち、3文字、え、わかる人いる、これ、この子わかる人、あ、やすすわかる、ちょっと教えて、あれ、小林みそらちゃんです、正解、すごい、すごい、素晴らしい。で最近さ、結構前もさ、ヤスって来てる、ヤスって来てる、前ヤスさ、ヤスさからのヤス、ちょっと急ぎすぎて、もうあれ5時打っちゃった、ヤス、ヤス、いや、さすが、ヤスってすぐ入れたかったんだろうね、この人ね。で最近さ、定期的に全国集まることがあんまりないじゃん、ないね、前の方があったのよ、そうそうそう、だからね、次行けますか、めっちゃ人気やん、すごいよ、ヤスス、すごい、さすがです、ヤストくん、どのメンバーより人気じゃん ねコメントが、え、また誰だ、え、2人、どっち、大阪や、あ、すごいすごいすごい、え、合ってるよ、待って、どっちを答えるの、いやちょっと待って、右は、待って、めっちゃ最近じゃない、めっちゃ最近、ね、めちゃくちゃ最近、なんでみんな知ってるの、すごいんだけど、ゆきちゃん、あーぶー、誰やったっけ、誰やったっけ、でもちょっと惜しいんだよね、え、お客さんで分かる人いる、さすがに分かれへんやん、さすがに、いや、さすがに分かれへんやん、分かる、分かる、右の子は、右の子は月根ゆめちゃん、正解、すごいんだけど、月根ゆめちゃんです、で、左の子は、松尾七海ちゃん、すごい、正解、松尾七海ちゃん、正解です、すごい、ちなみに私たちがあの大阪に遠征するときにこの2人しかいませんからね、あ、そうなの、そう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 、そうです、そうです、だからこの2人だけ覚えていきましょう、ゆめちゃんとななみちゃん、ゆめちゃんとななみちゃん、そうです、ゆめちゃん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 、はい、そう、ヤスって、まずは何か言ってる、ヤスが、ゆめのライブは3人揃うって告知出てました、あ、あ、それ最新情報、ありがとうございます、すごいやけど、ね、3人揃うみたいです、めっちゃヤスリスペクトされてる、ヤスタイムじゃん、すごい、ただユーシーちゃんもいるということ、今日ヤスの回やん、お前 MVP あげる、 MVP やめてよ、うちらより目立つ、シーちゃん指針がすごいな、ヤスに他の運営よりよっぽどしてるよ、いや、本当にそうだと思う、まこさん絶対わかんないと思うね、わからんと思う、まこさんだけじゃないと思うよ、みんなわかんないよね、わかんないと思うよ、次のめっちゃやすすタイムじゃん、誰より正確なやすすあ、わかんない、いや、大阪やん、あ、ちょっと熊本です、熊本です、え、待って待って、熊本、はい、はい、有志、いや、それ大阪、大阪だった、やばい、またこれヤススに聞くことになっちゃうよ、ヤススしかおらんやん、あれ、わかんない、ヤス、ちょっと、わかるんだ、待って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 、りんちゃん、熊本だよね、え、マジでわからん、宮地が、熊本、宮地が一緒なんですか、そうです、そうです、出てきちゃうね、朝日奈、ミクちゃん、あ、誰です、朝日奈、なんとかちゃん、あや、でも朝日、未来ちゃん、未来ちゃん、未来ちゃん、未来、あ、すみません、写真が似てない、ゆうしーちゃんと、え、違う、あ、み、
未来ちゃんじゃなかった。未来ちゃんです。正解です。正解ですからね。え、なんかぼやけすぎてあんま顔が、ね、私ユーシーに見えたよ。え、全然。ユーシーは誰？大阪。大阪の。大阪の。え、ユーシーちゃんは、うん、それあだ名なの？マユピ的な感じ？そう、うん、一回似てるって言われたことあるの。え、カルベが？うん、写真並べられてて、ツイッターで。なんか不服そうじゃん、なんか。ね。不服そうにしとるやん。いや、似てるかなって。次行けますか。あ、似てるって言われたよ。ユーシー似てるかもって。あ、どっちが？こっち？あ、このこと？じゃあこの写真そう見えない？朝日なんか、あ、前髪と。なんかでも、すごいね、色入れてたよ。似てないよって。あ、あ、はい、ピンポン。はい。さゆみちゃん。桜水、うん、桜浄水みたいな。あ、わかった。桜桜水の知ってる。この子知ってる。お願いします。桜浄水で覚えてたわ。おしゃれな名前だな。そうだよね、おしゃれだよね。おしゃれだな。次出る、出ますか。おみ、お水でしたっけ。おみ、あ、おみで読みます。おみ、はい、はい、あ、どうだ、これならわからない。社長、社長の名前は、あ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 、はい、はい、脇坂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 の子供。おい、正解なんだけど。はい、はい、脇坂カニ。カニ、カリンちゃんです。正解。脇坂の子供。いや、正解なんだ。呼び捨てすんなよ。正解なんだけど。脇坂さんの子供。あ、お、おうみ、おうみだ、おうみじゃなかったっけ。おうみ、おうみだ。おうみ、おうみじゃなくて、おうみ。オッケー。さゆきちゃんの話。そう。はい、次行きます。ひどい。もう、もう、ラスト、ラスト、ひどい言い方でいいかなと思います。はい、ラスト。じゃあラスト。あ、川越でしょ。はい、あ、先生。あ、そう、合ってるんだけど、合ってるんだけど、合ってるんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って。合ってるんだけど。ね。あ、お天気。あ、だった。はい。あ、はい、みおちゃん。あ、正解、すごい。みおじは正解。ほ、星野さん、なんだっけ。星野スマイル。スマイル、思います。え、みおじわかんないです。パクパクしてる。誰やっけ。何みおやばい、やすする答え出すよ。また、やす。最初の一文字教えて、最初の一文字。みおじの。は。は。浜田、浜田。出てる、出てる。あ、出てる。あ、春菜。あ、春菜。春菜美穂。幼稚園の先生なんですよね、この子。なんかその、なんか想像してた。そう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 。美穂先生。あ、なんか、ね、先生であって。なんか、お天気とか教えてくれるよね、ツイッターで。あ、そうなんや。一番見てるよね。でも名前出てけへんの。そうなの。でも名前出てけへんの。顔すごい見てるね。そう、顔とか文章めっちゃ見てるんだけど、名前見てないみたいな。名前見ろ。面白いね。でもこれからね、あの、ツアーに行きますので、うんうん、そうですね。あんまり会ったことない子とか、一、はい、回も会ったことない子もいるかもしれないので。逆にさ、会ったことない子、私たちのこと知ってんのかな。え、逆に分かんない。知らないじゃない。逆に誰ってなるかな。なんか怖いって感じなんじゃない。変数じゃん。なんか怖いみたいな。え、どうする。りょうちいくつとか言ってきて。なめちゃう。そう言ってくれたらいいよね、逆にね。逆にね、まだ、うん、おもろいよね。うん、え、どうしよう。閉めていい？閉めていいよ。もういいですよ。今日しーちゃんのタイミングで。そうですね。以上、全国のクリアーズクイズでした。はい、安室が、安室が大活躍、うん、マジで。そうです。スライムになっちゃった。ウィキペディアだ。ウィキペディアね。作りなよ、もう、うん、安室クリアーズペディア。本当にでも会いに行ってるからね。すごい。送り人だもんね。ま、送り人だ。また送らないといけないですよってねえ、ほんまにな。出入りがね、激しくて。はい、ここからはですね、みんなにもクイズを出してもらおうと思います。はい、はい、はい、自分のクイズだね。ここからは、答えるときに手を挙げて、大きな声で、まあ、みんな決めてもらっていいので、テーマを、うん、言って、うん、答えてから、そのクイズの答えを答えましょう。んテーマって何？テーマ、うん、ちょっと待って、もう一回言って。例えば、みんなもゆっくり聞いてね。うん、もう一回言って。クイズを出します、うん、何でしょう、うん、で、しーちゃんの好きなところを1個言ってから答えてくださいみたいな、そういうことです。あ、じゃあそのお題は誰が踏むの。メンバーが、各メンバーが出すってことですよね。え、しーなさんだけが答える人が、しーちゃんの好きなとこ行ってから答えてね。それ言わなかったら、会っててもダメだよってことね。ダメだよってことです。分かった。好きな、しーちゃんの好きなとこ行けば、言えばいいね。言えばいいの。うん、じゃあ答える人はね、うん、テーマを自分で決める。いや、それはもう出す人。
散らかっとるなぁ。それ見たくなってるよ。散らかっとる。いつもね、リンが一番最後までわかんないから、とりあえずやってみる。やってみる。とりあえずやってみる。わかるわかる。やればわかる。とりあえずやってみる。わかる。とりあえず当てることだけ考えて。で、言うときはしーちゃんの好きなとこ行ってから。わかった。じゃあ、まずじゃあしーちゃんの、はい、しーちゃんのクイズを出したいと思います。じゃあ答えるときはしーちゃんの好きなところを1個言ってから答えてください。はい。しーちゃんが密かに夜な夜な見ているものは何？それ言えるやつ？最近。そんな言えるやつ？あー、わかった！何？いいとこ言わないといけない。顔いいとこ顔。ありがとうございます。バイマン。ブーブーしかも、いいとこ顔って何？そんなことやんの？バイマって何？バイマってね、ネットの。あ、そういうことか。そういうのもありなのか。なるほどね。帰る。夜ちゃん、夜な夜な。毎日？最近も毎日。夜な夜な見てる。惜しかったですか？待って。はい。はい。なんか洋服いつもなんか衣装を直してくれるところ。はい。本番前にね。はい。あのクックパッド。あ、ブー。でもなんか惜しそうな雰囲気出してる。全然分からん。分かんない。また言うんですよね。目が。そういうルールですよ。目が大きい。ありがとうございます。メルカリ。ブー。本当に分かんない。なんだ。ヒントないの？動画です。あ、わっ。めっちゃ、はいはい。はい。優しいな。今さ、答えるのちょっと嫌なんですよね。もう言いたくないでしょ。子供の動画。ブー。はい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 。もう分かんない。最近自炊を頑張っている。ありがとうございます。好きなとこじゃない。好きなとこやんか。頑張ってるとこやもんな。漫画のあの整形なんとか。ブー。はい。あ、好きなとこは食べた後の美味しい顔。ありがとう。うんってやつ。うん。でグレートストショーマン。ブー。待って夜な夜な毎日見てるってこと。そっち系じゃないの？違うね、そっち系じゃ、りんちゃんが一番近かったかな。メルカリ、メルカリ料理系だ。動画だな動画なんの今流行ってるやつ。流行ってるの？はい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 。あ、わかった、わかった。えっとね、ずっと、クリアズ頑張ってるところ。いやいやいや、みんな頑張ってる、みんな頑張ってるから。で、TikTok。 正解。 TikTok か、そういうことか。なるほどね。確かに最近その話めっちゃするもんね。TikTok の話全然やらないけどずっと見てる。パラパラのやつ見てる。そう、パラパラ上げてる人が今いっぱいいるのよ。それ見て時代来たと思って。上げなよ。来ちゃったかもしれない。しーちゃんも血が騒いでる。血が騒いでる。上げなよ。上げようかな。ちょっと上げようかも。いいし、ちょっとすごい時間かかっちゃったので一人ずつ行きたいと思います。じゃあ、まめ。いや、難問だった、ちょっと。ちょっと。いや、おまめ結構難問ないけど。結構あれだったね、難しかった。おまめ、最近ガジュマルの木っていう沖縄にある木があるんですけど、その木の鉢、ちっちゃいやつを2つ買ったんですよ。で、名前つけたんですよ。その名前は何？わぁ、育て始めたの？育て始めた。何を言ってからそれ答えればいいの？それをまだ決めるの？いいよ、決めて。あ、そういうこと？好きなところでもいいし。お豆のいいところ？じゃあ、お豆のいいところ。ちょっと考えちゃったから。名前でしょ？これから育てるんだよね。そうよ。多分私リンクしてると思うんだよね。ああ、そうだね。例えばなんか愛と勇気みたいな。いい線いってるよ。いい線いってる。でも分かんないですよね。なんだろうな。はいはい。なんだろう。思いやりがある。おお、嬉しいね。これ嬉しいね。こういうの。答えはジャックと豆の木。ああ、違います。違う。でもね、そういう感じですよ。そういう感じでしょ。なんだろう。2つね。むずい、多分。めっちゃむずいと思う。ヒントちょうだいよ。ヒントは、そのガジュマルの木って妖精がいるって言われてるんですよ、その木に。中に？そう、その木中かは分からへんけど、木の中にいるんじゃない？その木についてる妖精ってこと。どうやってついてんの？こういうやつおんねんな。こういうやつおんねん。そういうの信じないやつおんねん。予想でいいじゃん。こんな感じで寄り添ってんですか？こういう感じで。君こういう感じで寄り添ってんですか？それ座敷わらしみたいな感じで。日本人の名前？いや、日本人の名前ではない。
その妖精の名前をちょっと文字ってつけたの、うん、ちょっとその妖精わかんない、でも沖縄の人からしたらもう全然わかる、すぐわかる、で沖縄の人じゃないとわからない、多分沖縄の言葉、いやでも聞いたことありそうだよね、その妖精がいるっていうのはみんな知ってるから、沖縄の人はその木にだからシーサー、あ、シーサー、あ、違うな、え、麺とソーレみたいな感じって、あ、違う、あ、いいそれね、麺ソーレね、そう、麺ソーレ、いいじゃん、でもその妖精の名前って聞けば結構聞いたことある名前、いや、多分知らないシートさー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 ではただいま、シーサーって、あ、いいよ、でもそういう感じで、絶対出てこないと思う、待って、むずい、みんな、わかる、わかる、いや、わからないじゃん、出ると釣りたいじゃあ、検索、ちょっと検索できる方、あのガジュマルの木についてる妖精の名前をちょっとここに挙げてあげてほしいな、なんだろう、おっさん妖精、ちょっと待って、あ、ほら、一番下に出てきてるよ、え、赤しいさと青しいさ、違う違う違う、あ、え、えキジムナ、そう、キジムナっていう妖精がついてるの、ガジュマルの木に、わかんないよ、そっから撮ってますよ、あ、なんかわかりそう、え、これを文字って2つに分けてるってこと、うん、でもキジムナとかじゃなくて、まあ、撮ってる、そっからキジムナから撮ってる、え、その撮ったやつは2つ合わせるとなんかセットになります、ならない、ならない、でもこっから撮ってる、キジムナを文字る、で男と女みたいな感じのノリ で、はい、ノリでやってる、分かった、はい、顔がちっちゃい、お、うん、キジオとムナコ、いや、ダッサめちゃダサいやん、そういうことなの、めちゃダサいやん、え、そういうことかと思った、そういうことだと思った、あ、でもそういうことやけど、ちょっとオとかコとかじゃない、あ、なるほどね、もうちょっと海外チックな感じ、海外チック、あ、どうぞなんかこんな感じなのに結構海外チックちゃんとすると結構エロい顔ができる、ちょっとギリ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 、ちゃんとするとって何やねん、ちゃんとやってって言うと結構大人な表情してくれるセクシー、なんていうことさ、あ、ミスターキジとミセスムナやばい、片っぽ正解してる、どっちどっち、キジ、しかもでもミスターじゃない、ミスキジ、ミスキジとミスタ ー、 ミスター、はいはいはい、ムナ、ね、あ、おい、出てこないよ、いいとこ出てこないよ、ブログをクリアーズよく毎日週でやってるんですけど、いつもワメが注意してくれてるとか、あ、更新してない人もうしないって言ったよもうしないって言ったからね、リーグ忘れちゃう人にちゃんと、ちゃんと見てる、ちゃんと見てるクリアーズトークリーのことちゃんとちゃんと見てる、かなこが抜けてから支えてくれてるところ、うん、ミス、ミセス、ミ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 ス、キジとミスター、うん、ムーンライト、あ、違う、あー、でもつけたくなるミスター、ムーンライト、もういいよ、絶対出ないから言って、ムーンライト言って、答え教えて、男の子の方はキジムン、え、全然海外じゃない、え、海外、キジムンはでもそのなんかわからない、絶対わからない、その沖縄の人からしたらキジムンっていうなんかそのキャラクターがおるらしくて、マスオさんの真似する人の誰かが、うん、芸人さんがやってるらしい、そのキジムンっていうの、だからよくわかるやつらしい、だからわからないなと思ってすごい難問で出し、いや、めちゃくちゃ一発目から難問すぎるよ、めちゃくちゃ難しい、だって一発目しか絶対回ってこないもん、もうそれもキジムンと何にも、キジとキジムン、え、キジとキジム、え、ムナどこ行ったの、ムナはムナはいない、あ、ムナはいない、ムナはいない、ムナはいない、ムナで考えちゃったね、ムナのこと考えちゃった、ムナと、あ、今日キジとキジム載せるから、じゃあ絶対に、あ、こいつのことやったんやって思って、うん、オッケー、ありがとうございます、難しかった、じゃあかげちゃん、めっちゃ簡単かも、いいよ、簡単、簡単なの、ちょっと難しかったもんだって、めっちゃ難しかった、じゃあ、これを答えるときも私のいいとこ言おう、うん、ご飯とか食べに行ったときに、うん、それ癖でしょってよく言われる癖があるんですけど、何でしょう、はい、分かるんだけど、あ、分かった、分かっちゃうんだけど、いつもリュウジのこと喜ばしてくれることをしてくれるで、ビュッフェスタイル、違う、あ、やばい、分かった、もう一回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 見るよね、そうそうそう、あとね、ちなみにビュッフェスタイルっていうのはこうみんなでさ、いろいろ取るときになんかこう3種類ビュッフェみたいに同じお皿に居酒屋とか行ってもどこ行ってもちょっとずつ取るのよ、そう、そうそうそう、それのことです、で、めっちゃマジ可愛くなったところ
子供の頃から知ってるから長いことね、19ぐらいからね、すごいとても綺麗になったところ匂いを嗅ぐ正解。あー確かに匂い嗅いでる、絶対に食べたことないものとか絶対に、あの初対面のものを嗅んじゃう、はい、あの知ってる匂いだから、これなんだろうってね、そうってやってから食べる、へー気づかそうだよね、気づかなそう、間違えた、でもしかしたらでもリオチと会った時からの方が初の出会いが一番多いじゃん、そう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 、そうそうそう、うん、初対面は嗅ぐの、絶対嗅ぐ、今でもたまにやってるよ、今でも嗅いでる、うん、知ってる、言われてあ、また嗅いでるってなる、うん、でも別に匂いフェチとかはない、そうなの、うん、いや、自分の問題ってこうなっていくよね、だんだん、うん、そう、自分の問題って難しいよ、ね、難しいよ、じゃちょっとリオチ行くね、行こう、答えるとき、自分の好きなところ言って、逆に自分の自分の好きなところを待って言いにくいわ、それ恥ずかしいわ、ちなみにもし誰も分かんなくてお客さんに聞いたらみんなも自分のいいところ言ってから、いいところ言ってから答えてください、あ、なるほどね、嫌なんだけど、人のより嫌だよね、嫌やな、んだろう、ちょっと待って、それも考えないといけないでしょ、どうにしようかな、あ、じゃあこれいきます、去年と一昨年ぐらいに、うん、森内はそのアイドル生命を本当にちょっと、うん、もうどうしようって思って、うんうん、転職しようと思いました、はい、何が分かったですか、お前は分かった、何が分かった、心が強いお笑い芸人、正解いや分かってたよそう、みんな芸人になろうとしたよね、一回も調べてた、芸人さんになろうかなと思って、吉本入ろうかなと思って、転注説がダメって言ったからやめたんですよ、ね、そう何転注説期間中だったから、なんか何やってもうまくいかないから、とりあえず今クリアずにいとけって言われたら、占い、占いじゃないね、そう言ってたよね、そうそうそう、でやめたんだ、違う、それ言われんかったらやめてたんだいって占い、そう、占い感謝や、でそれでうちの人たちにさ言ったわけよ、あの数人に行ったんだけど、うん、でも芸人さんになったらそっちの方がなんか安く会えるねって言われた、いやそれまだ誰が言ったのか分かったのよ、アメちゃん分かっちゃった、そうそうそう、なるほどね、分かっちゃった、はい、でも難しかった、難しかった、いや知ってたけど、リオってすぐなんかになり、そうだよ、なりたがるから、いっぱいあるもんね、そう、いい意味でも悪い意味でも影響されやすいから、うん、そういうの見るとやろうかなみたいな、お花屋さんやろうかなとかフラッと言うよね、言う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 、そうだよね、はい、じゃあどうしましょう、じゃあ私も答えるときに自分の好きなところを言ってから答えてください、うん、恥ずかしいですね、はい、いやだ、最近私はポーカーにハマってますが、ポーカーってポーカーネームみたいなのを自分の名前と違う、うん、違うやつを、ニックネームみたいな感じ、うん、そうです、ニックネームみたいな、さてその名前は何でしょう、答えられそう、答えられると思います、本名、はいはい、ギリ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 、本名と全然関係ない、関係ないんだ、ギリ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 、いや思いつくの1個しかないけど、え、言って言って、え、じゃカンペさん合ってると思うんで、マジで、え、ほんと、ちょっとほんとかな、さっきちょっとポロッと言って、あ、マジで合ってんじゃないじゃん、じゃ言ってみて、宝部さん以外ちょっと、本名じゃないです、めっちゃ本名言いながらやん、宝部さん以外の人にちょっととりあえずリンに何かもじってる、多分本当に分かんない、さっき言ってました、嘘、え、分かんないよ、楽屋で本名だよ言ったの、え、分かんない、リンに関係してる、どうでしょう、見た目でしょ、どうでしょ、見た目認めじゃないです、まあ、え、じゃあ間違ってる、リンに関係してんの、分かった、え、あ、無視したよね、無視しますはい、あ、思い出した、あ、ミスターやめてって、え、言っちゃダメなの、一回カルベさん以外って言う、カルベさん以外一回、全然分からんないけど、ね、何系何系、当たっちゃってたんです、あの、え、リン、うん、リンって感じ、リンって感じリンって感じ、何でしょう、全然分かんない、リンって感じでしかない、リンって感じ、え、どういうこと、わかんない、わかる人いる、ヒントヒント、いや、リンなだけ、え、誰かにちょっと言ってもらおう、どういうこと、え、誰もわかんない、難しい、難しいよ、イエスス一旦自分の好きなところを答えてもらってもいいかな最後までじゃんけん全力なところはい、確かに確かに言ってあげたよわかんないよね、わかんないよね、
わかんないよ。目が合わなくなっちゃった。目合わない。リリえ、何でもいいから答えてみたら。リリとかじゃなくて、リン。リンが入ってるってこと。あ、わかった。どうぞ。自分の好きなとこね。うん、ね。めちゃくちゃ愛犬家。うん。うんピグレット聞いてた話リンが入ってるって。見た目じゃないですしかも、うん、え、リンって文字が入ってるてかもうリンって感じ、ね、リンって感じリンって感じリンリンリンどういうこと。どういうこと。全然わかんない。キコリって言われてるよキコリ、うん、いやもうね想像してごらんって感じ。そういうことだよね。想像してごらん。想像してごらん。リンって感じ。そこにあるリン。リンを。え？え、鈴みたいな感じってこと？あ、そう。あ、ベル。で手挙げてもらって。手挙げてもらって。正解ベル？ベル。あ、やった。ベルだったの？何やこの盛り上がりの質問。無視しちゃったんですよね。あ、むずいね。ベルなんだ。あれ違う方でした。言ってた言ってた。もう一周できんじゃない？うん。できる？うん。いや、うん。じゃあみんな自分のいいとこを一つ言って。やだな。自分の？うん。お豆が簡単なやつちょうだいよ。クリアーズの中で曲の中で一番好きなやつ。はい。顔がハーフみたい。恥ずかしい。顔あ感謝ファンファーレ。ああ、惜しい。え最近変わったんだよねランキング。曲の中で。最近？うん。お感謝ファンファーレ一番好きやったよ。え？ちょっと下がったの2番に。え新しいやつってことですか？まあ新しくはないかな。え？まあ新しいか新しくないって言ったら新しいかもしれない。かもしれない。分けるとしたらね。はいはい。え、だって何その上げ方。あのね、上げてんの。上げてる。あ、ちょっとじゃあこっちの人。昔より自信がついた。うん、で、自分も笑えるよね。吹いて吹いて。正解。吹いてがね、吹いてが上がってきたんですよ。そうだよね、なんでなんでちなみに。やっぱそのオリジナルっていうのと、そうだね。もう歌いやすい。そうだね、キーがもうキーが歌いやすい、ドンピシャで歌いやすい、ね、しかも一番本当にいい声で歌えてるよね、うん、お豆の良さが出てる、うん、でも気持ちいいもん、うん、ちゃんとチャーヘーベーみたいな誰やったか一瞬分からへんかった今誰やったそれってなった。めっちゃ親指って聞こえたんだよ親指親指歌詞怖っ。どこ親指壊れたか親指壊れたか壊れたか親指次それで歌ってよ親指って言おうかなもう、うん、分かんないのかも、うん、じゃあカルフメ次の質問。え、超簡単なんですか。いいよ、いいよ。好きなお寿司のネタは何でしょう。カルフメちゃんが。はい。あ、いっぱいある。早かった。自分の好きなとか言って。あ、そっか。女神って呼んでもらえる。あ、いいことしてくれるからね。いいことしてくれるからね、しーちゃん。ホタテ正解。そうだよね、有名だよね。前からホタテばかり5皿ぐらい取るんですけど、いや本当に、ね、ちょっとホタテの出会い言ってよ。ホタテの出会いを。ホタテの出会いはですね、リオンちゃん家で毎年年越しの時は、うん、お父さんが握ったお寿司がブワーって並ぶんですけど、一回一緒に年越ししたことがあって、実家に行かせてもらった時にホタテを食べたんです、うん、それまでもう見た目も何の興味もなかったんだけど、食べた瞬間にもう衝撃受けてそれからもうその出会いでホタテが好きになりました。いい出会いですよ。いい出会いね。この前さ、ライブの前にお寿司食べて乗せてた人がいて、それ見たらもう食べたすぎてそれ付き合わされたよね。上野の後にちょっとお願いホタテだけ食べさせてって言ってご飯食べに行くって言ってんのに行ってちょっとホタテだけ食べさせてって言って2貫ぐらいだけ食べて、そう5個ぐらい食べました。美味しかったね。美味しかった。はい、しーちゃん、じゃあしーちゃんもしーちゃんの好きなお寿司のネタは何でしょう。え、自分の好きなところを言ってから答えてください。え、待って、何個かあるんですよね。え、安い。何個かあるよね、しーちゃん。安いんですよね。安い。いや、めっちゃ安い。はい。あ、はい。ちょっと待って。なんか、どうしよう。顔が丸い。いいとこ。好きなところ。いいとこって思いたい。あ、そう、ね。あのね、サバ。惜しいな。
はい、はい、声が高い。いいとこな。いやでも可愛いよ声。アジ。正解。あすごい。アジがでも光り物がね。光り物が好きなんだよね。本当に安上がりしちゃう。いやちょっと待って。何個もあるんだ。そう5個考えたから。じゃあ一番盛り上がりそうなやつ。一番もう全然盛り上がらない感じだな全部。どうしようこの質問むずいよね。ちなみに何お寿司？そうそうそう。お寿司サーモン、炙りサーモン。そうだね。チュトロ。ああ。これちょっとだけ女やな。だけ女だ。じゃあ、まあよくさあのお客さんからもさ差し入れもらったりするじゃないですか。はい、そのためにも教えておきます。言われてますよ。教えておきます。最速ですよ。で最速じゃない逆パターン。どういうこと？リオチが、うん、あんまり好きじゃない食べ物、ね、かっこお菓子もあり3つあげてください。3つ？あでも1個ずつでいい。あーなるほどね、うん、はい、はい、あ自分の好きなところ言ってからね。自分の好きなとこが止まっちゃったな。あ足が細い。あー卵のサンドイッチ。あ、血が食べれるようになったんだけど。でもそれはまだもらってもまだお腹空いたら食べた。本当に嫌なやつね。本当にもうお腹空いてても食べないやつ。ちょっと待って。いやでもねあるよあるよ。なんだっけな。あるよあるよあるよ。めっちゃ笑ってんだけど。あれ？あれかな。ちょっと違うな。違う。それじゃないな。それじゃない。あれじゃないな。それじゃない絶対。なんだっけ。甘いのいくつ？甘いの2つ。あ2つ。多めだね。ちなみに今日はちょっとねピュッと上げた。上げた。分かる人います？ツイッターに。ツイッターに。あんまこれあんま好きじゃないなって。ツイッター見て。見てない見てない見てない。ツイッター見て。なんか上げてたっけ？なんだろう。飲み物じゃなくて食べ物とかもうしょっぱい系1個と。しょっぱくもない。しょっぱくもない。しょっぱくもない。ちょっと待って当てたい。知ってる？知ってる。絶対しかも結構有名うち。有名。知ってると思う。頻度果実系果実系。何々が入ってるお菓子みたいな感じ。食べ物っていうよりも大きな括りで何々が入ってるお菓子。はい。あ分かったんだ。あれかな。分かった。すごいね。あ分かったって言ってるよ。自分の好きなところ行ってからどうぞ。はい。自分の好きなところは？当たり障りがないところ。当たり障りいいよ。いいね。レモンです。ああそうですそうそうそう正解レモン。すごい。すごい。レモン系のああいう系が入ってるお菓子があんま好きじゃない。わかる。わかるっしょ、うん、あ、だからレモンの飲み物飲んだからみたいな。そうそう、なんかレモネードは平気なんだけど、あ、わかる。飲んだらなんかレモンのガジガジ感が出てきてバッと。あ、なんかレモンサワーで言ってなかったと思うね、それ。だから酸っぱい、あ、シロップか。うん、そうそう、なんか酸っぱいってずっと言ってたよね、うん、あ、そういうことで、しかも似てる似てる。レモンと、はいはい、自分の好きなとこ、うん、レモンとなんだろう、首が長い。 あと2つあるんですよ。首が長い。首がちょっと長いんですよね。うん、そうそう、まあいいや。で、いちご、いちご。違う。いちご。もっと、はい。レモンと、レモンと、レモンのお菓子と、あ、色が黒い。いいそうなの。あ、好きだもんね。蜂蜜。違う。ちょっと時間がないかも。果物じゃないの。ダメだ、難しい。果物。で、それ1個言ってもう1つ当てる。いいよ。じゃあ逆に果物当ててほしいよ。果物の方が当てれるし。レモンのやつは何？レモンと似てる。あ、わかったー。はい、わかった。鼻が丸い、オレンジ。正解。そう、オレンジやん。オレンジピールの。あー、そうだそうだ。オレンジピールだ。無理なんだよ。みんな無理じゃない？みんな無理。好きです。ものによる。え、チョコにオレンジ。そう、あ、無理無理。なんか結構あのチョコとオレンジすごいぜみたいなシェフの方が入れるじゃん。そうそうそう。いいって。ちょっとお高いやつ。だったら何も入ってないガーナ。そう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 。あ、わかる。でもう一つはあのセロリがあんまりちょっとあんまり。あ、そうなの？食べれるけどあんま本当にちょっと人参と同じぐらいだ。え、パクチー好きじゃん。パクチー好き。セロリの匂いは嫌なんだ。なんかね、あんま美味しくない。でも好きじゃない人いるもんね、セロリ。あ、まあわかる。ジュースにしたら飲めるかなぐらい。逆に意外なんだけど。セロリの浅漬けさ、すらないと無理。マヨネーズにつけたら美味しくない？あ、美味しい。ね、俺も。ちょっと最後ちょっとパパッとリン1個。パパッとどうしよう。あ、じゃあ、分かった。リンは小学生の時に楽器をいくつかやってました。ピアノ、木琴、
トランペット以外にもう一つあります。何でしょう。あれ、もう一回言って、ピアノ、ピアノ、木琴、トランペット以外にもう一つあります。はい、はい、白い、フルート。違う、似合いそう、似合いそう。似てる、フルートと似てる。フルートとちょっと、あ、でも若干似てます。フーって感じ。いや、お前フルートと似てる。え、似てる。話したことある人に分かる気がするんだけど。いや、聞いた気がするんだけど。分かる人いる。はい。え、唇カサカサすることがない。あーめっちゃ納得されてるやん。リコーダー。あー、違います。みんなやったでしょ。リコーダー、みんなやった。リコーダーやったでしょ、言ってるよ。ピアニカみたいなノリですね。やったよね。リコーダー、それがもう一個。え、何やったっけ。わかんない。え、金属、金属、金属、木管、金属、木管言います。金管でもないです。あれ、どっちでもない、どっちでもない。言ってください。ヒントもらおうとして本格的にやってた、本格的にやってた。ちょっと割と本格的ですね。舐めてるとかじゃなくて、ちゃんと舐めてる、舐めてる、舐めてる、ペロって音。待って待って、その音の真似できる。音やって、音やって。難しい。手はつけないで、バレちゃう。おーって感じです。あれ、分かった、低い。え、はい、ちっちゃい、ちっちゃいんだけど、歯並びがいい。あー、サックス。違います。え、ボーン、ボーンって、ボーンのもうちょっと高めのボーンです。高めのボーン。あ、あ、お時間が4分なってたんで来るだろ。あ、待って待って、わかんない、わかんない。答え、答え言ってもらいましょう。正解はクラリネットです。クラリネットか。クラリネットって何。これやで、こういうカスタネットや。カスタネットや。なんか吹いて、吹いてるやつっていうね、イメージだったのよ。クラリネットだったんだ。似合う。でもその、え、歌ある、それ歌。僕の大好きなクラリネット、そうだね。クラリネットした。全然わかんないわ。はい、はい、じゃあちょっともうお時間に駆け足ですけどね、なっちゃいましたけども、でもみんなのね、あの知らなかったことがちょっと今日知れたんじゃないかなと思います。あと、ネットにね、やっぱりヤススがやっぱりすごいね。ヤスス、今日の MVP はヤススです。おめでとう。今日はね、ヤススがいての番組やってね、稲葉が大変なこと。いや、大変だったわ、マジで。本当に。だからといってね、じゃんけんチェキは公平にやるからね。そうだよ、いけないよ。そうだよ。はい、じゃあ告知を、はい、したいと思います。はい、9月の22日、渋谷グラッドにてしーちゃんの生誕祭が決まりました。イエーイ、イエーイ。そしてさっきね、たくさんあの地方のメンバー出していったんですけども、ツアーに東京クレアーズ行きます。7月の28、29仙台、8月の3日が名古屋、8月の4日が大阪、8月の5日が名古屋、そして8月18、19、20が熊本、うん、で11月の18、19で東京で、ラストライブを行いますので、皆さんお時間の許す限り絶対に絶対に遊びに来てくれたら嬉しいな。ありがとうございます。さあ、もうエンド、エンド終わってしまいます。エンド、なんだっけ、エンド、エンディングですね。エンド、エンド、エンドリングだよね。エンド、エンド、最近本当に言葉が出てこない。言葉マジで出てこないね、最近ね。もう悩みやのね。え、漫画読んでんだけどね。漫画じゃ、漫画ないないで、字は読んでんだけどさ、だからさ、偏ってるからじゃない、その、あの漫画の系統がやっぱり。確かに、おばあちゃんとかもあれとか言いますよね。そうですよ、あれがあれで、あれあれあれってね。いや、でも本当に家の中でもパパもママも私もあれで会話しちゃうし、全部あれね、あれで、あん、あれねみたいな。でもそれあかんやつ、ボケる、そう、ボケちゃうよ、ボケちゃう。あれって何っていちいち聞いてあげないといけないんだって。そうそうそう。だこれから何、あれって何って聞こうよ、りょうちに。もしあれあれ。確かに。てかもう1ミリも声出てこないから、もう。声出てこない。声で、言葉が出てこないから。もうそれ間違えてるから。声と言葉が間違えてる。もうダメなのよ。だからちょっと頑張ります。すいません。頑張ります。エンディングです。ところで、しーちゃんどうでした？感想。いや、あのね、難しかった。めっちゃ用意してたけど、でも全然時間なくてね、できなかったんですけど。意外とね。まだそうあったんです。あのクリアーズのエンブレムとか。あー、へー。グリムに絶対答えられない。どういう問題なのそれ？記号みたいなやつですか？あの4つ。お掃除道具があるんですよ。あー、なるほどね。で、1個隠してここは何みたいな。あ、なるほどね。面白い。なんですけども、あ、もう終わりになっちゃうので、あとでツイッターに載せたいと思いますので見てください。で、次は、はい、りんちゃんですね。はい、ラスト。あ、4人回ってたんで、1周回って、1周回って、
何にしましょうね。ね、難しいよね。本当期待してるよ。いい超ぶち上げな。毎週毎回のプレゼンターに期待してるよっていつも言ってるよね。すごいプレッシャー、ね、追い詰めていくよね、めちゃくちゃ。いやでもそれぞれのさ色が出て面白い、出てるよね、やりたいことね、うん、今回もうめっちゃ C ちゃんって感じだったもん、ね、めっちゃ C ちゃんだったね。しかもめっちゃ難しかった普通に。ごめんなさい。じゃあ C ちゃんまとめてくださいじゃん。はい、はい、じゃあ今日皆さん来てくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。コメントをくれた方も皆さん本当にありがとうございます。あ、うん、次も見てくれたら嬉しいな。